くれてたし、いつも来てくれてる、ありがとうございます。おーはーなし会受付中です、です。ぜひ皆さん、ぜひ前髪切ってないんです、切らなきゃなの。スパタンさん、アイスクリームありがとうございます。パパさんもありがとうございます。もしかだよ、嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます。こんばんは、はじめましてじゃない、はじめまして、超かわいいです、ありがとうございます、嬉しい、会いたくて、私も皆さんに会いたいよ、ぜひぜひ。こんばんは、みつきから流れてきましたで、ありがとうございます。そう、みつきの配信見るねと言ってて、けど時間通りにできるか分かんないから、配信もしかしたらしないかもしれないって言ってたから、ねえしてよって、待ってるねって言ってきた。ハーモニカさん、ありがとうございます。一生悩んでる、一生悩んでるの。私はどんだけでもお話できる自信はあるよ。ハーモニカさん、ありがとうございます。はじめまして、詐欺言わないで、言わないで。わあ、ハクちゃんさん、ありがとうございます。ごめんね、ツイッターの時に多分流れちゃった、ありがとうございます。よいしょ、こんばんは、こんばんは、こんばんは。ゆうかちゃんデビューできますかね。ゆうかちゃんデビューぜひしちゃってください、ぜひしていただきたいですね。リアルお話し会当たりますように、当たりますように、当たりたいですね、当たっていただきたいです。はまちさん、ありがとうございます。リアルでもね、オンラインでも、はじめましてしてください、ぜひ待ってますよ。絶対会いたい、ゆうかも会いたい、オンラインも対面を申し込んだよって、ありがとうございます、嬉しい。みどりちゃん、ありがとうございます。かいおんさん、ありがとうございます。会いに行ってもいいですよ、いいですかって聞く前に、もう行きたいってぜひ思ってくださいよ思ってくださいよ会いたいですよ、私は。大成さん、ありがとうございます。せっかく会いたよって、ありがとうございます。どうでしたか、どうでしたか。絶対行くって嬉しい、ゆかちゃんくん、そんなことないよ、そんなことないですよ。しほなちゃん、ありがとうございます。ジョニーさん、ありがとうございます。コロポンさん、ありがとうございます。行きたい、よかったね、私も会いたいよ。コロポンさん、たくさんありがとうございます。よいしょ、ありがとうございます。ちゃんと会ってね、私も嬉しいよ、ちゃんと会ってお話ししたい、好きでも、あ、ほんと、ありがとうございます。魂の申し込みをする予定、予定、予定は未定だよ予定って未定なんだよなんか今日あれだね、なんかちょっとなんかこういう嫌でしょ、こういう、こういう私は嫌でしょ山和夫さん、ありがとうございます、ありがとうございます。ハーモニカさん、ありがとうございます。ハクちゃんさん、ありがとうございます、ありがとうございます。嬉しい。お、勉強しながら、勉強頑張ってね、応援してます。見事なダンスでした、ありがとうございます、嬉しい。申し込んで話したいよ、話したいね、ね、予定は見て、そうだよなんかねどん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 学んできちゃうんだよ、学んできちゃった。ちょっと前髪落としたい、ポワポワしてる前髪さ、巻きすぎるとパブリーになっちゃうんだって。言っても今も周りに腰置いてたつもりが置いてなかった。大成さん、ありがとうございますありがとうございます。今すかさん、何から学んだの？何からだろうけど、やっぱりあの一番はあの鈴木ひとみさんのショールームをあのたくさん見ました。スカイさん、ありがとうございます。からだと思います。あのポニーテールキュルーンのね、あの楽曲を
あの特別追加公演、特別公演と特別追加公演でね、あのさせていただいたんですけど、やっぱ勉強しなきゃということで、もうひとみさんのね、あの配信たくさん見させていただいてましたよまあそうじゃなくてもね、その勉強、その楽曲のためにとかそういうわけでもなく、普通にね、私ひとみさんの配信好きなので見てるんですけど、浜地さんありがとうございます。はい、ありがとうございますうまくなったよね。わあ、しげちさんありがとうございます。たくさんかわいい、ありがとうございます。浜地さんもありがとうございます。ありがとうございます。本当にかわいすぎた、嬉しい、ありがとうございますね。熱熱かけちゃうぞって、かけちゃうぞって、あおり、嬉しい、頑張って考えた甲斐がありました。嬉しいですね、ありがとうございます。はじめまして、つたうるしさん、はじめまして、ありがとうございます。一部と五部、あー嬉しい、ぜひねお会いしたいな、お会いしたいですよ、ありがとうございます。それぐらい似てたって嬉しい、本当にありがとうございます。まだまだです、頑張ります。特別公演で初めましてでした、嬉しい、初めてお会いしてくださって、そして今日も配信来てくださってありがとうございます。ゆうりさんもたくさん見させていただきましたよ、あの世の中にある、そう、手遅れコーションとポニーテールキュルン、もうすべて見ましたモーリーさんありがとうございます、かわいい、ありがとうございます。すごいすごい、今日すごい、私もそんぐらいもうパッパッてできるようになりたい、ね、やだ前髪浮きすぎてるのやだ、自分で巻いたんだけどね、ちょっと降りてほしい、串が手元にないよ、こんばんは、ラビちゃん、はじめまして、ありがとうございます。マホロバ好きすぎて嬉しいです、ありがとうございます、嬉しい。ゲームのユーザー名、あ、癒しゆうか、はじめました、嬉しい、ゆうか入ってるの嬉しいな。マスダさんありがとうございます。大人っぽい、本当に嬉しい、今日ねストレートがうまくいったんだと思う、結構ストレート綺麗にできたからかなと思います。お話し聞けますかもね、嬉しい、ありがとうございます、嬉しい。いつの間にか、あら大丈夫、めっちゃのぼせない、のぼせそう、のぼせそう、のぼせそう、うんうんうん、申し込みしました、当たるといいな、当たるといいな、当たっていただきたいな、当たってくださいぜひ。続くなんだろうでしたが、ハモリのオタクしてます、嬉しい。心を閉ざしてた僕が同じ痛みを感じた存在、目の前にいる君は立ちくらみやばいです。お水飲んで、お水飲んで、お水が一番、キツネ急でずっと眠い、あ、だからか、私も今日すっごい眠かったの、奇遇だね。当てますって、当たりますように、当たりますように。パフォーマンスといろいろが無視できなくなり、えはぁ嬉しい、無視しないでね、無視しないでてください、このまま、嬉しい、ぜひね、ずっとずっと推し変せず、そのままでいてくださると嬉しいです。絶対ハモリ歌っちゃう、そう、わかるわかるわかる、私もあの主戦よりハモリの方が歌ってるのよ、ここのパートに関してはさあ、マスクミしたの内緒、内緒にしなくったって、もう公開しちゃってますけどね、今もう全国配信してますけどねそう、一部と五部なので、ね、お時間的に午前がいいか午後がいいか、まあもちろんどっちもとか、それもそういうのもね、もう
ありありですけど、今めちゃくちゃ眠い。まあ時間がもう9時だからね。ゆかちゃん的には聞いちゃいます。ゆかちゃん的のおすすめの日程教えてもいい？日程ってかおすすめ部、おすすめの部は1部と5部で5部1部と5部がおすすめですよ。そうこうね、こう頑張ってこう絞ろうかなと思ったんですけど、どうしてもこう決められなくて、厳選して1部と5部でおすすめですね。はい、ぜひぜひぜひそう絶対行きますよって嬉しいよ嬉しい。真の認知を獲得したいと、私も真の認知できるように頑張りたいと思いますそうそうそうね。すごい、いちご部だって、すごいね。いちごちゃんじゃん、3でしたね。いちごさんでしたね。マイニーさん初見です、ありがとうございます。村山優香です、お願いします。どっちもやんないか。そりゃそうですよ、決められないんですもん決められないんですよ。中華街とかねけどあるよね、中華街食べたいね。大成さん結婚してありがとうございます、ありがとうございます。そう、おしわゆうかちゃんが、すごい、なんて一途なの、最高すぎる、いいね、嬉しいよ。一途めっちゃ嬉しい。学科出身っていうのが決め手のカウンターパンチになりました。ナイスパンチだ、ナイスパンチでよかった。福岡出身じゃなかったら最後の背中のあと一押しがなかったってこと。うわー、福岡出身に感謝。スパークルさんありがとうございます。オンラインで話してからの方が対面で話しやすくなるかなって、そう、どっちも私ね、危ないの、どっちもいいと思うよっていうのに早口すぎて、どっちでもいいって一回言っちゃったことがあって、あのファンの方にもうなんかこれをいきなり話し出す私は何なんだって感じなんだけど、どっちもいいよねっていう方のどっちもいいなのに、あのどっちでもいいって言っちゃったことがあったの。そうね、そんなことないからねその時の方いらっしゃるから。そうで時間がさプッて切れちゃって、はっってなって、すごいすごい、あの反省会をしましたね、一人反省会を。パークルさんありがとうございます。そうもうザーって思って、なんてこったって思っちゃったことがあったけど、本当にそんなこと私は思わないから、そんな皆さんにさ、どっちでもいいよみたいな言うわけないじゃん。けどさ、大丈夫だったかなっていうのが数ヶ月前数ヶ月前でしたね。美月の書き初めはね、ドレッサーのこっちの壁に貼ってる。神奈川県出身ですが野方出身でして、ここにもいいね、福岡ちゃん、めっちゃ福岡からパンさん、ありがとうございます、ありがとうございます。そうカホ、そうだよ、両方いいねって、そうどっちもって言っちゃったらね、あれなんだよね。そうそうそう、まあね、申し訳なくなっちゃうよね。そうそういうつもりで言ってないのにさ。ゆりあちゃんありがとうございます。ちゃんでいいかな、ゆりあちゃんありがとうございます。そうそうそう、ニアジョイがおすすめのメンバー聞いちゃいます、聞いちゃいます。まずまずから入るだけでさ、もうあれかもしれないんですけど、まず私、まず私で、まず私がもうあのピラミッドがピョンってあるじゃない、ピラミッドのもうちょんのもう一番もう超とんがったところが私ででも
そう、頂上で待っとうよ。だから本当に頂上で待っとうよ。で次はピラミッドの2段目も私とか言っちゃってこんばんは山和夫さん、ありがとうございます。そして3段目、ピラミッド3段目は村山優香ちゃんっていう子がいいと思うんですよね。そう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 。で4段目は福岡県出身の村山優香ちゃんっていう子がいいみたいで、しおりちゃんありがとうございます。そうで5段目は左利き大型の村山優香ちゃんがいいと思うんですよ。どうですか？ニアジョイのおすすめメンバーピラミッドなんだろう、あまだ先も聞きたいと。うわなんて優しい。6段目は2月15日生まれの村山優香ちゃんがおすすめですね。で7番目聞きたいですか皆さん。7番目はポニーテールをしてる村山優香ちゃんが羨ましいとか言っちゃうんでいいと思いますね。最初から1段目は優香ちゃん、2段目優香ちゃん、3段目までは確か優香ちゃんで、4段目が福岡県出身の優香ちゃんだった気がする。で5段目が左利き大型の優香、村山優香ちゃんだった気がする。どうだろうなぁ。はぁ、あ、はい、ということでおすすめ、おすすめ優香ちゃんでした。ぜひこんばんは、こんばんは。意義あり、なんだと、なんだと。いやけど本当に他のメンバーも本当に全員押して、うわ最高じゃないですか。1段目から7段目まで押しちゃってくれるんですか。ツインテールの村山優香ちゃんは年に高めのツインテールの優香ちゃんは4年に1回ぐらいしか多分見れないと思うので、はい、普通のツインテールの村山優香ちゃんは、まあ、今までのスパン的には3ヶ月に1回ぐらいかなって感じですね。ごめんねリコリコちゃん、え、わかるよ、わかるわかるわかるよ、リコリコちゃんわかるよ、ありがとう、忙しかった、ありがとうございます。また来てくれて嬉しいよ、嬉しいよ、会いたかったよ、ありがとう。浜地さんありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。オリンピックですね。そうオリンピックの、はい、あれですね。あらめっちゃ見てくださってる、ありがとうございます。いえ嬉しい、これからも頑張りますね、自分磨き。ハーフアップ好き、嬉しい、ハーフアップもねたまにするよね。全貌します、最高ですね、最高、嬉しい。巻きおろし珍しいね、巻きおろしあんましないからさ。そう、はじめまして、はじめまして、ありがとうございます。飛ばなな、うんうん、思え7層分でいいのかな。あーそれも困っちゃいますね、それも困っちゃうな。思えは7等分、まあ、7等分の7中でも全部が私なら、まあ、全部私ということで、何言ってんだって。あらお誕生日、わあおめでとうございます、かなでんでんさんおめでとうございます。それでいきますよ。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアかなでんでんさん、イエーイ、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます。
ますかなでんでんさん、ありがとうございます。ハッピーバースデー、素敵な一年になりますように。どんな一年にしたいですか？ほう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 、優香あふれる一年にしたいと。ありがとうございます。ぜひともね、叶えていただきたい、あの目標ですね。叶えてくれるのを待ってます。ありがとうございます。ありがとうって、こちらこそありがとうございます。みつき今配信してるんじゃないのけど嬉しい、来てくれてありがとうございます。何ケーキか、ケーキ食べられました。そうだな、かなでねんさんのケーキはチーズケーキだと予想します。どうですかね。ね、どうですかね。こんばんは。去年がね、去年ね、一年なんて早いですよ。人見さん知ってるつもりはなかった。フルーツタルトです。あー悔しい。フルーツタルトもいいですよね。美味しい美味しい美味しい、フルーツタルト。タルト当たると、タルト当たらんかったですね。そうだよ、その皆さんによってあののイメージでケーキ売ってますから。コアさんありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、こんばんは。なんかさ、歌歌おうとしたんだけど、こわ、こんばんはの歌ってなんだって感じ。ああ、何ケーキ割れるか楽しみ、楽しみにしててください。優雅な一年にぜひともしていただきたいですね。たけるさんありがとうございます。最近よくお名前を私はお見かけするんですけれども、嬉しいですね。ありがとうございます。新曲っすか、はい。こんばんは。作詞作曲村山優雅。ケーキ食べない年もあるの。マニアックなケーキ食べる、それは果たして幸せなのでしょうか。幸せだったらいいよ。幸せだったら。でもね、みつきの配信をさっき言ってたよって方、もしかしたらわかるかもしれないんですけど、みつきとね、しゃぶしゃぶにね、行ったんですよ。最近よく来てますですよね。最近よく見かけますよ。そう、そのしゃぶしゃぶに行った時のその待ち合わせを、本当にオープンと同時にね行こうみたいになって、そう、あ、美月がね、もともとね、行きたいねって話してたんだけど、この間美月が「ねえしゃぶしゃぶ行こうよ」ってもう一回言ってくれて、予定を確認して「おい、この日行けるんじゃない?」ってなって、そうしゃぶしゃぶ行ったんですけど、そうそうそう、しゃぶしゃぶでね、待ち合わせが結構朝早かったのよ。開店と同時に入ろうってなってたから。たらよ、もうね、朝だからさ、お腹すくじゃん。お腹空いてたのよ2人とも。で、おみつきおはようってなって、でまだちょっとオープン10分前ぐらいに集合してたから、あと10分あるねみたいな、あと10分あるねってお腹空いちゃったよって2人で話してたら、お腹すきすぎてって、みつきがね、お腹すきすぎて朝ごはんの歌聞いてきたって言って、朝ごはんの歌があるらしいんですよ。そう、知ってました、皆さん、朝ごはんの歌があるということを。で、歌詞を見たの。そしたらなんか、お魚ジュージュー油がキラリみたいなあって、そう、え、すごいと思って、私も今度聞いてみたいと思いました。朝お腹空いてる時に、それはお魚だったんだけど、パンだったかな、パンバージョン、ふわふわなパンみたいなのとか、ほかほかのご飯でとか、全部あって、すっごい、その歌詞を見るだけで美味しそうだったの。そうだから、持ち歌、あ、みつきの持ち歌じゃないですよ。そう、お腹空いちゃうだなと思って、そんな曲があるんだということを、ね、知りましたね最近。そうね、まさかだよね。そう、
するために、朝ごはんの歌の話するために、そうそうなのよ、行ったんですよ。たまにね、あのさっきね、みつきの配信を8時半頃からね、みつきは配信始めてて、そうで入ったらいましたね。そういましたよ、しゃぶしゃぶの、そう行った時の話してて、そういっぱい食べました。申し込んだー、うわーって、うわー嬉しいよー、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。そうしゃぶしゃぶを食べました。ゆみつきエピはいくらいくらでもありますよ、逆に言うといくらでもあります。すぐ出ました、本当に出るんだ、後で聞いてみよう。何出しで食べた、すき焼きとなんかトリュフ豆乳みたいな、と柚子とチゲみたいな食べましたよ。食べ放題、ああそうですよ、ゆず頼まなかったら残念、一卒できてないなできてないな、あれだね、特別公演の追加公演の日でしょ。楽屋でなんか話題になってたよ、いろんなファンの方々とさ行かれてたから、誰々さんと誰々さんと誰々さん行ってるねみたいな聞いた。あかねちゃんありがとうございます、あかねさん、あかねちゃんありがとうございます、ありがとうございます。肉の枠、あ、どっちも取れなかったですね、どっちも 取らなかったな気にしないタイプでしたね、気にしないタイプで、そうそうそう、すごいいろんなあれがテーブルがあったのね、2種類じゃないのか、私もごまだれいっぱい食べたよ取ってもらってもいいですかね、取らなかった、そういえば、うん、そうシャーリちゃんありがとうございます。私もラー油入れる、ラー油とね豆板醤みたいな入れて、コチュジャン、なんかどっちだっけ、入れてから食べる。申し込みしたよーって嬉しい、会えるといいな、ありがとうございます、嬉しい。そうなの、タルタルソース間違えた、かわいいかわいい、お湯加減やったよーって、お湯加減いい感じでしたよ、あの今日は生肉を食べることなく、今日はって言ったらなんか前食べたみたいだね、前も食べてませんけど、ませんけどみーさんありがとうございます。そう、赤から鍋食べたことないんですよ、福岡にないと思ったら、福岡にもあるんだね赤から鍋って、そうそう、生肉食べてないですね食べかけようとしてましたけどね、食べてないです、止められました、止められなかったら食べてたのって言われそう。カズさんありがとうございます、私の胃の中熱いかなと思ってここから行ってみたいと思って行ってたんよーってね、私も行ってみたい、行ったことないんだよね、よく見るけど、こっちとか特になんかいろんなお店見るな、そう大丈夫、食べてないしお腹も壊してないし食べてなかったし、そうそうそうね、そうだね、斜めとか水炊きとかね美味しいよね、今日はお湯かけずに赤から鍋みたいなお店の名前みたいで、なんか本当に赤い鍋なのよ、なんですってなのよって、私も行ったことないからちょっと分かんないけど、あのちょっと辛い鍋らしいです、気になります。私胃強くない、最近ね胃もたれするのよ、ちょっとした油物でもやばくない胃もたれするの、そう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 、あの牛肉とかクリーム系のお菓子スイーツと
か。ね、そうなのよ。胃もたれするなって最近思って、私もびっくり、自分でびっくりよ。揚げ物はまだいける、まだいけるでしょ、やれるはず、君が優しすぎるですね。まだいきますよ。油の、あの揚げ物系はこの間カキフライをね食べました。まあそれ食べたって言っても1個だけなので、一口かじったぐらいなので、そうやれてみると揚げ物私は食べてないかもしれない最近。そう、荒れているんですかね、それは困りますね。荒れちゃってるのか、ひゃー困るー。まだ18やん。そうなの、いや美月も言ってたから、わかるって言ってたから同じ気持ち。そう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 、胃もたれしちゃうんですよ。天ぷら、天ぷらも多分いっぱいは食べれないかもしれない。ドーナツとかさ、私好きだけどさ、そんなに食べられない気がしてきた最近。だってあれだもん、最近の私のパン好きなんですけどね、パン私のパンの代用品じゃないけどはベーグルだから。ベーグルって本当に油がほとんど入ってないの。油入ってないんだっけ、入ってるんだっけ。でなんかあんまりこう、もうパンっぽくない、もうさっぱりさっぱりなパンなのよベーグルって。どちらかというとそれがすごい私の中での前ブームなので。そう、ヘルシー、ヘルシーだけじゃないんだけど、そう脂質低い、そうなんだよね、そうなんですよ。平尾いよね、平尾おいしい。私もあのイカの塩辛が好きですね。そうヘルシー大切になってるんですよ。そうなんですよ、買ってそう。ワンちゃん、ワンちゃん買ったことないですね。ひいおばあちゃんちとか買ってたけどね。そうね、茹でてる、そうパンを茹でるってどういうことって思うよね。ベーグルの作り方、昔ねなんかお母さんと一緒にベーグルを作ってた。ハンバーチさんありがとうございます、嬉しい。話聞いてたら面白くてニヤニヤ。面白かった、嬉しい。ななちゃん、ななちゃんありがとうございます、初めましてで嬉しい、可愛い名前ですね、ありがとうございます。村山優香です。そうベーグルって茹でてるんですよ、茹でてから焼いてるの。そうそうそう、不思議だよね、入れていいのって。じゃあそう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 、安い値段、確かに安いですね。え、ベーグル？ベーグル？ベーグルじゃないの？いやーまさかの、なまってたとは。眠くなってきた？おはようございます、起きてください、配信してます。迷ってますって、迷わないで、ぜひぜひ待ってますよ。私はぜひお話ししたいなと思うけどな、対面でも対面じゃなくてもオンラインでもお話ししたいです。何話したらいいか分かんないって。え、止まったの？あ、動いた、あらよかった。そう、何話したらいいか分かんないってなっても、私はもうこの通りのもうおしゃべりな人なので、あの全然ね任せていただいても大丈夫だし、もう愛を伝えたいんだってなったら、もう私はもう受け入れ体制に入りますので。はっはっはで、マジですか、困っちゃいますね。ベーグル。あ、みつきから、みつきお疲れー、ヤッホー、ヤッホーじゃないのよ。こんばんは、みつきファンの皆様こんばんは。じゃあ黙る、え、どっちでもいいんだよ、どっち、あーほらほら、こういうこういうことだよね、両方いいんだよ、両方って言うでしょ。そう、話、私が話すのもいいし、皆さんが話すのもいい。え、嬉しい、え、なに、みつきがゆうかちゃん今配信してるよって言ってくれたのかな、
ありがとう。なんかこんばんはの方いっぱいじゃん。嬉しい。こんばんは。ありがとうございます。なんて優しいんですか皆さん。そう、全部吹っ飛んだけど、ゆかちゃんのテンションに助けられたお話し会の思い出、嬉しい。ありがとうございます。そうですね、困ってもね、私はもういっぱいお話しするから。そう、対面前の話し会と対面応募しますね。当たったら初めましてします。嬉しい。初めまして待ってます。嬉しい。シドさん、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、皆さんのおかげで2023超えました。そうですよ、ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。ゆうかちゃんの話し会の好きなところ、どっちもしてくれるのがあって嬉しい。ありがとうございます。優しい。そう、直接お会いできるんですよ。そうなんですよ。はい、4月ですね。話し会何日がおすすめか聞いたっけって。あら、聞きたいですか。ちょっと今日は告知多いですけどいいですか、いいんですか。じゃあさせていただきますね。まずですね、オンラインじゃなく、対面のお話し会の日程がですね、4月30日、はいですよ。で、一部まゆみさんのシングルの方に参加させていただきます。一部が10時から11時30分です。はい、おすすめ。これ第一のおすすめ。はい、続いてその後ですね、イコラブさんの方に参加させていただきます。時間は5部の18時30分から20時。はい、こちらもおすすめですよ。おすすめですよはい、そしてなゆみさんの6枚目のシングルの方にも参加させていただきますね。オンライン個別お話し会ですね、こちらは。が3月25日、おすすめ日程ですよ。3月25日、4月2日、4月9日、4月16日、5月5日。あ、携帯の充電が 5% だって。やばばばば。5月13日、そして5月21日、5月28日、そして6月24日と7月1日と夏まで、はい、春から夏にかけてまた皆さんとで過ごせますよという感じですよ。5%、はい、充電さしました。ありがとうございます。厳選しましたよ、皆さん。ツッコミ優しい。そしてあと一つですね、イコールラブさんの本の13枚目のシングルにもお話し会参加させていただけるということで、本当にありがとうございます。こんなにもたくさん皆さんとねお会いできる機会をいただけて嬉しいんです。嬉しいですね。がオンライン個別お話し会ですね。3月11日、3月21日、3月26日、4月1日、4月2日、4月23日、4月29日、5月5日。あら、私同じの読んでる。読んでない、読んでない。5月5日、5月7日、5月27日、5月28日ということで、はい、3、4、5月がもうギュッとバーンと詰まってますね。先約作ってもいいですか、いいんですか。もう覚えるよ、私すぐ覚えるよ、そんなのしてくれたら。ななちゃん、ありがとう。嬉しい。選びきれない、迷っちゃってごめんなさい、ごめんなさい。はあ、テンション高いわね。で、後ほどね、心地も出しますね。はい、これ、あ、そう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 、これね、あくまでおすすめの日程なので、はい。テンション高いわね。高いわねですね。待って、今日何時までするっていう予定だったっけ？まずちょっと、見返すね。何時までだったっけ？10時までだったかな。10時までだったと思われる。うん、おすすめじゃない日程はないですね。全部おすすめです。確かにおすすめ商品聞いて全店内全部ですっていうことだね。おすすめに行くね。嬉しい。ありがとうございます。
充電をお願いできますか？いいんですか？じゃあちょっと行きたいと思います。ポン、充電中、充電中。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。ちょっとあのなんかあのなんだ、意識しちゃってさ、あのよそ行き声になっちゃったよそ行き声でしたねどうですか、いけましたか、こんな感じ。私さ、なんか充電音とか設定の仕方よくわかんないからさ、そのまさか自分の声になるという感覚がわからないんですけれども、あのどういう感じになるのか予想がつかないんですけれども、設定してくれるの嬉しいよ、ありがとうございます。アラームも、あー、わかるね。聞いたら私最近さ、目覚まし気づかないんだけど、あの本当に危機感あるような日とかは全然ね目覚まし気づくんだけど、その危機感ない日の、まあ、別にあのこの目覚まし過ぎても大丈夫だなみたいなっていう日があるじゃないですか。けど一応なんかそのダラダラしたくないから、あの起き、あのこの時間に起きようみたいな。そう、これ多分ね鳴ってない、この目覚まし。そう、最近ちょっとね携帯ちょっとアラーム鳴らないのってぐらいに、本当にあの2日連続ぐらい気づかなくって、助けてほしい。しかも私、私のおすすめの目覚ましの音が、あれだったの、黒電話の音が本当に一番こう起きれるの、チレレ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 レってなるから。今までそれで起きれてたのに、マナーモードじゃないの、通知音量ももうマックスよ、なのによ。そう、嫌な音でしょ、割とこうなんか朝からなんじゃみたいな、結構あの心地よく起きれるような音ではないの。けど逆にそれがいいのよ、それがいいの。そんぐらいしないと手起きれないから。作ったからたくさんリプしてたくさん会いに行くって嬉しい、ありがとうございます、嬉しい。もうどんどん覚えるね、よろしくお願いします。そう、バッってなって起きるんだけど、そう、皆さんどうやったら朝早くというかアラームに気づけますか。私気づいたらね、本当に最後のアラームとかになるの。光でと思うじゃん、と思うじゃん。光はね刺してんのよ。困りますね、困りますね。早く寝る、確かに早く寝ればいいのか、ヤクルトを飲む、ああいいのかな。そう、光じゃないんですよ、なんなんですかね、切れない。鶏を飼う、そりゃあ起きれると思う。でもね、結局ね、そう、さっきコメントでね見えたけど、あの人の声がね本当に一番起きる。じゃあお母さんの声が一番起きるもん。目覚ましどんだけかけてても気づかなくて、その学生の時とか、ゆうかーって言ったら、ってなるもん。起きるよね。ふみさん、ありがとうございます。そう。一番起きれる、それが。そうそう。悪魔のささやきがある。聞こえちゃう。そう、ねえ待って、えこれって絶対本当に、いいねいいね、え待って、え何みたいになるなって起きそうそうもう夜だよってそんなことあったら困るね。そっか、曲を、えそれって iPhone でもできるんですか、曲をなんだ目覚ましにするというのは。したことないですね。
あ、確かにトリプルデート貸し的いいね。あ、アプリ、ほー、そんなことができるんですね、世の中すごい。そこで何しようとって、あ、それ自分で言われるのなんか心痛いな。はい、起きますってなるね。ね、そう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 、ほんとに美月に頼もうかな。え、かわいい、え、めっちゃいいですね、かわいいよーって、かわいいよーってなるねいいね。アップルミュージックに入ったら、あ、アップルミュージックかな、あれ PIC のびっくりしない、ちゃっ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 なるね。私のアラーム欲しいな。おはようございます、朝です。いつまで寝てるんですか、もう起きる時間なんじゃないですか、起きてくださいよ。布団が気持ちいいのは分かります、私にもその気持ちだけど起きないとほらほら予定があるでしょ、ということで321で起きますよ、せーの、321、はい、起きた、おめでとうございます、おはようございます、今日もいい一日をどう、どうですかどうかな、どうかな、ほら321まで。私ね、そういう方法でね起きるのが結構好きなんだよね。あのカウントされるとなんかこう何々してって言われても、カウント方式だとファって動けたりするの。だからちょっとそれをはい採用してみました、どうですか3日も前に聞いちゃう、つらいな、つらい。レモンさん、ありがとうございます、村山由香です、はじめまして、はじめましてで、ね、こんな姿見られちゃうのは恥ずかしいですね、もっと圧かけないと。なるほど、悔しい、ちょっと弱かったですか、悔しいですねね、もう一回できない、同じことは言えない、忘れちゃったはい、おきんかいはい、おきんね、何時と思った、はい、おきんね、やばい、この部屋めっちゃうるさい、あの私の声がひなり響きすぎてる、声がでかくなってる。はまじさん、ありがとうございますはい、おきんね、何時と思った音、朝よねえ、頂上で待っとうけん、待っとうけんに書いちゃった、頂上で待っとうよ、あきんね、使える何しようと、え、確かに使えるねアラームするの朝っちゃよ、そこで何しようとお願いします、今日は22時までです、前髪ね巻きすぎてるのよ、短くなってる、だから、うん、よし行くね、はい、おはよう、そこで何しようと、早く起きんねん、やだな、なんかちょっとなし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 、やだ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 、やっぱなしでお願いします。しおりちゃん、ありがとうございます、さらの魚さん、ありがとうございます、やっぱなんかもう難しい、さっきの流れで行くのが良かったみたい、なんかもうできんくなりましたね、残念、もうできない、やだやだケイガマさん、おはようございます、朝です、起きてください、はい、難しい、難しくなってきた。かやみ、こめいひとみさん、ありがとうございます圧倒的学級委員長感ある、まさかの学級委員長感出しちゃった、委員長まではなってないけどね好きっちゃって、好きやけ、好きっちゃ、好きっちゃけど、
準備して。さすが元放送部、やった嬉しい。ギャルパターン、もうやだよギャル。起きてギャル。ギャルがわかんないんだもん。わかんない。同性感すごい。起きてギャル。起きてギャル。ギャル起こしてるんや。確かに。危ない。起きてギャル。すごい、ギャルのあれもあるんだ。ギャル向け。皆さんギャルみたい。皆さんギャルになってくださいね。かやめこめひひとみさん、ありがとうございます。ギャルで、もうまつげもギャンギャンに上げちゃって、もうカラコンもバッチリ大きいの入れちゃって、爪もね、もうこんぐらい長くしちゃってくださいね。起きてギャル。面白すぎる。してくださいね。髪もさ、わかんない、私のギャルの、ギャルとはって感じだよね、わかんなくなってくる。髪も明るめでしちゃってください。村長はギャルじゃない、私はギャルじゃないですね。ギャルじゃない。確かに2023年ではないよね。ね、ここにさ、白いのとかさ、ここハイライトじゃないけどすごいよね。ルーズソックスとか。こんばんは、こんばんは。私金髪似合うかな、似合わない気がする。想像つかないでしょ。そう。平成のギャルね。平成だよ、平成が。あ、やばい、時間が、時間だ。またツイッターじゃないや、配信終わった後ツイッター告知もね、出すので出しますね。嬉しい。アカウント作ったの、嬉しすぎる。ぜひそちらでリプとかいただけると、どのアカウントかがわかるので、ぜひ送ってくださると嬉しいです。嬉しい。黒髪で、黒髪なかなかね染めることないと思いますよ。なんか染めるのが染めていいよみたいななったとしても、髪傷むのが嫌なので、なかなか自分の意思で染めることはまあ相当でない気がする。とか言ってすぐ染めちゃってたりしたらごめんね、わかんない、その時の気分じゃないけど、多分ないと思う。私の今の私はね、もし OK ってなっても染めないと思うよ。そう、取ってって圧かけてほしい。私の友達ののんちゃん、お話し会ぜひ待ってます。待っとうよ。嬉しい子ですね、嬉しい子ですか。じゃあ明日の配信はちょっとまだ決めれてなくて、決まり次第打ちますね。では13位の方から誕生日していきます。13位、ゴミカワさん、ありがとうございます。12位ハマジさん、ありがとうございます。11位みどりちゃん、ありがとうございます。10位しおりちゃん、ありがとうございます。9位しほなちゃん、ありがとうございます。8位クロポンさん、ありがとうございます。7位スパークルさん、ありがとうございます。6位空の魚さん、ありがとうございます。5位かやめこめひとみさん、ありがとうございます。結構スラスラじゃなかった、びっくりしてた自分でも、嬉しくて。4位スカイさん、ありがとうございます。3位シドさん、ありがとうございます。2位あかねちゃん、ありがとうございます。そして1位しげちーさん、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。あの呼びでき
かった方もいらっしゃいますけれども、皆さんギフトだったりコメントだったり星投げだったりカウントだったり本当にありがとうございます。はい、太郎さんありがとうございます。スクショタイム、なんかポーズがあれば。ありがとう、こちらこそありがとうございます。おやすみー、おやすみー、ありがとうございます。ギャルルーレットはもうどういうことで、どういうことって、はいはい、あ、目閉じちゃった。4月30日当たりますように、当たりますように。ぜひね、お話し会も受付中なので、あの明日の12時と13時締め切りのねお話し会ありますので、あのぜひね、このあとツイッターも投稿しますので見ていただけると嬉しいです。山和さん、はじめまして、よろしくお願いします。絶対あれなのよ、あの目閉じちゃってるのよ。自己側投稿していただきたくないけど恥ずかしいから、けどあの今日のスクショとかたくさん拡散していただけると嬉しいです。ポチポチしてきます、嬉しい、ありがとうございます。これから応募も嬉しい、ありがとうございます。ブリックリベンジ、皆さんそんなに気に入ってくださって嬉しいよ。じゃあ特大サービスいきますね。今日はほらもうもうなんかもうだんだん優しくなってきてるやん。優しい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 そっちって思ったでしょ。そりゃあ右から左とか左から右で同じにしても面白くないでしょ。けど目閉じてそう。じゃあそろそろお時間になるので、ただの真顔がやだ恥ずかしい。ありがとうございました、ありがとうございます。ということで、なんかぬめっと終わりそうなの嫌なので締めますね。今日は見に来てくださってありがとうございました。1週間残り半分一緒に頑張っていきましょうね。バイバイ、おやすみなさい、いい夢見てね、おやすみ、バイバイ。